はい、どうも、スケシュンです。今日なんですけど、ノースフェイスのマグマパンツ、これを10ヶ月使ってみたのでレビューしてみようと思います。いつもファッションだったりガジェットだったり機材の紹介をしているスケシュンです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はマグマパンツですね。ノースフェイス、あんまりこう知られてない商品かもしれないんですが、マグマパンツを使用して10ヶ月ほど経ったのでレビューをしてみようと思います。で、このマグマパンツですね、購入したのが3月ですね。3月の頭ぐらいに購入をしてます。まあ、ノースフェイスのパンツってですね、いろいろあると思うんですけど、これは本当に一番薄いタイプのモデルですね。まあ登山もできるし、まあ普段着でももちろん履けるよっていうところで結構重宝されるパンツかなと思います。実際に履いて10ヶ月履いてみたんですけど、もうかなり大満足なパンツですね。で、どんなところがいいかというと、やっぱりこう機能性だったりが他のGパンとか綿パンとかに比べて圧倒的に違うっていう利点があると思います。やっぱり撮影の現場って割と黒い服が多くなっちゃうんですよね。っていうのも、やっぱり反射とかを抑えるために白い服とか色がついている服ってなかなか着れないですし、あと結構しゃがみ込んだりとか、そういう風に汚れる場面が結構多いので、黒いパンツってかなり履く場面多いんですよね。あとはですね、やっぱり出張っていう風になると、そんなにたくさん荷物を持っていけるわけじゃないので、まあこのパンツだけを1枚持っていって洗濯をしてもすぐ乾くっていう利点もあるので、そのあたりすごく重宝しているかなと思います。多分使用頻度に関しては1週間のうちで多分 2,3 回ぐらいはずっと履いてるかなというぐらいの使用頻度なんですけど、なかなか壊れないし、こう摩耗とかもなかなか少ないかなと思いますが、1点だけここの膝の部分ですね、ここの膝の部分がちょっとだけこう糸がほつれてきたかなっていう感じはしてます。なんですけど、なかなかこう擦れたとしても跡もつきづらいですし、汚れはつく場面全然あると思うんですけど、なんかいつの間にか汚れがなくなってるっていう場面が結構多いので、本当に気を使わなくこう履けるパンツかなと思ってます。ただ結構生地としては薄いので、やっぱり寒い感じはしますね。なので中にタイツとかを履いてこのパンツを履くっていうことが結構増えてます。あとはですね、まあ大きい特徴である、これってベルトがもともとこう内蔵されているこういうパンツなんですけど、でもちゃんとしたベルトとかだと結構座ってると痛かったり、こう当たってるって感覚があると思うんですけど、やっぱりこういう紐のベルト、もともと備え付けの紐のベルトは履いててもやっぱりリラックスできますし、飛行機の時なんか最高なんですよね。あとはですね、まあこのロゴですね、他のパンツは結構カラーが変わっていたり目立つような感じになってるんですけど、このマグマパンツはノースフェイスっていうロゴが同じ黒でかなり目立ちづらいです。そういう主張しないようなノースフェイスのデザインが僕は結構好きだったりするので、このパンツはすごく大満足なものかなと思ってます。まあいろんなパンツあると思うんですけど、まあパタゴニアとか、まあ他のアウトドアブランドもありますし、まあノースフェイスも他のパンツいっぱいあると思うんですけど、僕はやっぱりこう買って10ヶ月経った後でも買うんだったらこのパンツがいいかなっていう風に思えるぐらい満足しているようなパンツなので、気になる方はですね、ぜひ店舗だったりオンラインを見て購入されるのがいいかなという風に思ってます。ということで、今回はですね、ノースフェイスのマグマパンツを紹介してみました。気になる方はですね、概要欄からぜひノースフェイスのホームページを見てみるのがいいのかなという風に思います。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。